ディノチアーニ、ディノチアーニまたはディーノチアーニはイタリアのピアニスト。フィルメ出身。ジェノバでマルタデルベッケオにピアノを支持。その後ローマの音楽学校に学んでアルフレッド・コルトーの上級クラスに進み、コルトーから不正室の記載と認められた。1961年にブダペストのリストバルトークコンクールで準優勝に輝く。 レパートリーは、ベートーベンとウェーバーのピアノソナタ全曲とブラームスの競争曲、シューベルト、シューマン、ショパン、ドビュッシー、バルトークの作品である。分けても、ドイツグラモフォンに残したドビュッシーの前奏曲集は賞賛された。32歳で、交通事故によって死去。情熱的な表現と光り輝く美音、ニュアンスと情感に富んだ歌によって名高い。 熱心なピアノ愛好家によって、チアーニが健在であったなら、マウリツヨオポリーニの現在の地位は危うかったであろうと、しばしば唱えられている。88ノッツ、ポアピアノソロ、ジャンピエール・ティオレ、ネバ・エド、2015年。ISBN 9 7 8百3 5 0 5 1 9 2例。ありがとうございます。